武田流人外術。我が国の兵法としてのホラ貝の起こりは天正4年より始まる。相馬中村藩では第14代藩主讃岐の神秋種公は夜ずに手を尽くし法外の秘宝を入手して人外術に応用した。後に3代牛渡八郎右衛門宗清にホラ貝の秘宝を伝授され、一子相伝の命を受け、相馬家の人外術師範家として歴代相務めた。藩の遊具は師範家第17代牛渡宗のもとに入門、秘伝をひも解き古流相馬中村藩の人外術を考察させた。現在では昭和53年に国の重要無形民俗文化財に指定された。相馬の野馬追の祭で武田流人外術が文字じられている。現在21世として菅野大作先生に継承されております。画根水大法羅賞変質三千大千世界教授志蔵密度大執会長和事人。はじめに備え立ての会、阿弥陀如来を念じ25の菩薩を勘定し、弓槍鉄砲の備えを整えます。続いて一番街知らせの会であります。天神七代、地神五代、天地神三代を表します。次に2番街準備を促します。
三番街、準備完了、鎧をつけ、太刀を吐き、いざ出陣となります。十二の因縁を表します。第2会場は鹿島神殿式新影流でした。第2会場続きましては石黒流柔術です。
石黒隆二です。流祖石黒寛斎は江戸末期から明治にかけて銚子市戸川浦に在住し、近在の者にその技を伝授した。石黒流は天神神陽流の源泉にあたる陽神流及び真の神道流のうち後者の技を色濃く残し、さらに流祖自得の技を加えたものである。伝承されている技は数多いが、現在は柔術、剣術、居合、棒術、手裏剣、バチ、縄術を主に稽古している。竹の内流、鳥で腰の周り。竹の内流、鳥で腰の周り。竹の内の流の流祖は竹の内中司の太夫源の久守である。中氏近江の神激春の子として生まれ、作州一ノ瀬城1万3000余国を領する城主であった。流儀の創始は天文元年である。久守の創始した流儀は3代にわたって体系化された。元和6年御水の宇天皇に天覧を賜り、関白近衛公から宮中雨林に任じられ、木の下砦開山の五輪紙と冠の紫紐を排除した。竹の内流は総合武術であり、砦腰の周り、小不足や果て、補助術をはじめ、憲法裁定、抜刀、防上術、闇型術、八角法など500数十箇条から構成されている。なお8代東一郎久義の遺志により、その嫡男久種が分家して東十郎家を設け、流儀の血脈をが耐えるのを防ぐ措置が講じられた。現在も東一郎家と東十郎家には総流当時の技と心が継承されており、その道場一帯は竹の内流発祥の地として岡山県指定史跡となっている。
第2会場、石黒流柔術応援部でした。第2会場、水王流正木流鎖鎌術の応援部でした。続きまして第2会場、霊山筑後島流王術の年流剣術、年流の武道は奥州相馬の住人相馬四郎義元で、王安元年筑紫の安楽寺で特術し、後信州稲荷織波合に来て一
一時を建立、念阿弥慈音と称した。樋口兼重は慈音の皇帝の一人で、念流の極意を終え、明応9年に真庭に転住しました。下って13代正貞の時、赤穂義士の堀部安兵衛が有望な戦友です。昭和31年6月に真庭念流道場及び関係古文書168点が群馬県指定史跡に指定されております。また平成3年に真庭念流の方が吉井町重要無形文化財に指定されております。真庭念流の教えは護身の術であり、和の憲法で人を倒すことを目的としない、十分の負けに十分の価値ありの精神で徹底的な守り、主体の自衛の権利。霊山竹生島流亡率、今から600数十年、南北時代の延慶2年、すなわち西暦1337年、北畠顕家が後醍醐天皇の命により新宿皇帝を高めるため、頼長親王を奉じ、奉州岩城の国、北霊山城に入ったその際、京都で竹生島流亡術を習得した者たちも家来として同行し、戦乱の後、道竹に渡落し、以来道竹に亡術が継承されてきた。使用の棒は樫材で、長さ6尺2寸を上寸とする。Oh!
大会本部からご連絡を申し上げます。大会本部より本部席でお弁当の方を配布しております。お弁当の方を配布しておりますので、ご遊戯の代表の方は、ご周知お願いいたします。第2会場は尾張管理槍術のご演舞でございます。城信行、明暦元年、尾張藩馬回り役、ザ・太郎左衛門友信の弟子として生まれ、幼い頃から諸藩の武術を学び、特に槍術を好んだ。槍術はまず離島流、さらに尾張三振流を学び、その奥伝を得た。信行は春日活然として横手長短、新理一貫の極意を取得、下に活気の妙あることを知り、新しく一派を立て貫流と称した。貫流の槍は長さ 3.6 メートルの二間槍、これに管を通して用いる。槍先は管を有効に使い、敵の手札の崩れを見逃さず、螺旋を描いて素早く繰り出し繰り引くことにある。第一会場は源流のご演舞でした。はぁ、続きまして第一会場は無双直伝栄心流居合術、無双直伝栄心流居合術のご演舞でございます。無双直伝栄心流居合術、足利時代の末期、奥州の住人林崎仁助重信という侍が、山形県立岡在の林崎明神に祈願し、抜刀の精明を得て林崎神殿流、神殿重心流と唱えました。七代目の長谷川力之助栄心はその技古今に貫徹し、精明真偽をもって始祖以来の達人として、古典の技に独創の技を加え、無双直伝栄心流と改めました。山口房夫先生から小園江哲郎先生へと継承されております。
第二会場は柳生新陰流の演舞でございます。幕末の終わり柳生宗家柳生俊親先生から神戸金七先生に受け継がれた江戸節の東方を伝える源州伝新陰流です。現在の継承者は名古屋春風館の加藤勲館長です。加藤館長は尾張貫流槍術の8代継承者でもあります。第一会場は無限神無双直伝栄心流居合術無双直伝栄心流居合術
気楽流柔術のボエムです。気楽流柔術。柔祖は戸田越後守、長年前田家に仕え、能登末盛の合戦には利家に従い、その軍功により1万年と技法を確立し、真剣、羽引き、木刀による組を編み大成した。さらに忠義により技が加えられ、今日に至っている。一刀流は将軍家、津軽家、初代名官に伝わり、日本憲法の代表的流儀となった。一刀流には多くの私有があり、それらと区別するため正統をもろは一刀流と呼ぶ。はい、第一会場は荒木流拳法の演武でした。続きまして第一会場は和道流柔術拳法空手術、和道流柔術拳法空手術のご演武です。和道流柔術拳法、和道流空手術は初代大塚弘典によって創始された。
神道養親入流術第三世中山達三郎幸吉志願の門下とであり、さらに大正12年7月より空手を修行し、日本書流の長所と空手の特徴を取り入れ、さらに創意工夫し、昭和の初期頃に和道流空手術、和道流術拳法の技法と理論を完成しました。現在大塚勝隆先生が第2代大塚弘則先生の後を継いでおられます。宮野ってやつがさ、奥さん、旦那さんなんだけど、今日、右の目合ってるけどさ。
は前家の数の声を出さずして眼光に表すことであります。次、連心一体の向上を図り、気合術の奥伝自得に至るをもって奥義としている。合気道の上手は森平海様青年の折当流を表れております。
第一会場は野牛心眼流平術、野牛心眼流平術のご演目でした。続きまして第一会場、浅山一伝流兵法、浅山一伝流兵法の公演です。流祖は浅山一伝祭重秋、上州臼井の人といわれる。幕藩時代中期の老中、松平将軍の家老であった森戸三太夫とも常によって法院に交流。その養子森戸三九宮太に至り、門弟7000名を数え全国に愚流した。その後明治維新とともに衰退し、多くの藩で熱弁したが、明治時代に制定された慶子流の剣術、居合に一本ずつ採用された名流である。現代にわずかに残ったものは14代森戸三太夫近世の文字、小林藤十郎によって桜藩に伝えられ、その後水戸藩士武石兼助により現代に伝えられたもので、剣、居合、鎌、棒、隊術ほかが伝承されている。
第1会場は柳生新眼流対術、柳生新眼流対術のご演武でした。ここで大会本部よりご連絡申し上げます。ただいま大会本部受付では お弁当の方を配布しております。ご流儀10団体ほどまだ取りに来られていない模様ですので、ご承知のほどよろしくお願いいたします。続きまして第2会場、タミヤ流居合術、タミヤ流居合術のご演武です。東流は約400年前、天正戦国時代、タミヤ平兵衛成政を流祖として伝わった徳川紀州藩の武芸である。寛文10年2月、紀州大納言頼宣の次男頼澄が西条三万石の藩主として入部の際、妻木家中高の祖妻木忠右衛門元親がその付き人として西条に移住した。妻木忠右衛門元親は紀州藩主として武技に通じ、伏木院軍学指南であった。その子淳次郎元綾が寛政9年、東流第8代を継承し、以来代々妻木家に伝わり、妻木清林先生を得て現在妻木達夫先生が継承しておられます。虫でもありですね、喜んでても分かりますね、アタックだ。
もしくは何だっけ、第1会場は浅山一電流兵法、浅山一電流兵法のご演舞でした。続きまして第一会場、荒木流軍用小不足、荒木流軍用小不足のご演舞です。荒木流軍用小不足。当流は初代荒木無二歳源の秀長これをはじめ、第4代赤羽一軒、赤羽一軒太源の信親が文化5年、荒木流軍用小不足、すなわち棒、居合、薙刀、砦、柔、縄、太刀、槍、千切などの各種武器を取り入れ、総合武術として完成したものである。当流は全て実践体験から武術として伝えられたものであり、極めて即実践的な特徴を持っている。中でも居合は二刀を帯びて行い、特に立ち居合においてはほとんど袈裟斬りにて敵を倒すものである。
第二会場はタミヤ流居合術、タミヤ流居合術のご演武でした。続きまして第一会場は新武装、失礼いたしました。続きまして第二会場は新武装林崎流居合術、新武装林崎流居合術のご演武です。運営の頃、北条仁助平重信によって創始された抜刀術であり、いわゆる居合の元となるものである。重信は奥州立岡にて剣技の時、万事剣をごとくし抜刀術を創始した。その理由に神谷流、藤森宮流、大木流、関口流、長谷川栄新流等がある。本流は奥州一帯から全国に伝わったが、津軽において信政公これを学び精妙に達し、次来古式書伝のまま津軽藩に伝承され、新武装林時流と称した。大正に至り千葉健之助より笹森純蔵が由緒一人会伝を受け、さらに笹森武美先生が父純蔵より由緒一人会伝を受けられました。
会場は荒木流軍用国足、荒木流軍用国足の OM でした。
まして第一会場は天道流薙刀術、天道流薙刀術のポエムです。天道流は天正年間常陸国に生まれた斎藤宝鑑伝鬼坊勝秀によって創始されたものである。伝鬼坊は塚原木伝の門に入り唐宋の主張を学ぶ自己の技の未熟ゆくを心に感じ、天正九年鶴岡八幡宮に百日の参籠をなし、誠の道にかなう剣の技を得て一流を起こして天竜と称し、後に天道流と改め多くの門弟に誠の心と技を伝えた。現在天道流には薙刀術、剣術、二刀、杖術、鎖鎌術、小太刀、短刀術等の技が伝承されている。流儀の特徴は型試合であって、型そのものがすなわち真剣試合である。今日では17代宗家木村康子先生のご指導のもと、天道流同門愛好家によって新月会を組織して伝統ある流儀の普及発展が図られている。第2会場は新無双林崎流居合術、新無双林崎流居合術の公演部でした。続きまして第2会場、無双神殿流居合兵法、無双神殿流居合兵法の公演部です。無双神殿平身流居合兵法は土佐の自由民権運動の重鎮であった細川義政より香川の上田平太郎に伝えられ伝承された居合です。林崎仁助重信を引き襲とし、土佐へは林六太夫森政によって大森流の居合とともにもたらされました。幕末には土佐藩に藩校指導官が設けられ、武術の指導が指導官のみに限られましたが、
道流の師範であった下村門一が明治維新までこれを教授しました。細川義政は戊辰戦争の高松政党出陣の慶応4年に下村門一より武装神殿栄新流の免許改伝を授かり、その門人上田平太郎は大正12年に細川義政より免許改伝を受け、その同等は現在へと続いております。
剣道流薙刀術のご演武でした。続きまして第一会場、宝蔵院流高田派槍術、宝蔵院流高田派槍術のご演武です。龍祖構造院閣院坊公院院営はなんと興福寺の僧です。院営は武芸を好み、柳生田島守宗俊と共に上泉伊勢の神から当時僧を学びました。一方で諸国修行中の僧法の達人大善太夫森忠を房中に留めて槍の修行に努め、ついに猿沢池に浮かぶ三日月を突き、釜槍を工夫し宝蔵院流槍術を始めるに至ったと伝えられています。宝蔵院流の槍は通常の素槍に対し釜槍と称する十文字型の穂先に特徴があります。この鎌を活用して突くだけでなく巻き落とす、切り落とす、打ち落とす、擦り込む、叩き落とすと立体的、平面的に使用され、当時としては画期的な武器で、突けば槍、投げば薙刀、引けば鎌、とにもかくにも外れあらましとの歌が伝えられているほどです。また甲冑をつけた時の体勢として重心を低く構え、つくところは前面、裏面、前胴、ももなどです。第一会場は無双神殿流、無双神殿栄神流居合兵法でした。大会本部からご連絡いたします。1点ございます。1点はお昼の弁当をまだ取りに来ておられないご流派がございます。本部テントの裏まで取りにおいでください。もう1点は死生館剣道場受付で直来に出席されない方々へお酒をお配りしております。引換券をお持ちください。なお今年はお弁当はつきませんのでご了承ください。以上です。
第一会場は野牛新陰流兵法、野牛新陰流兵法の応援部です。失礼しました。第二会場は野牛新陰流兵法、野牛新陰流兵法の応援部です。野牛新陰流兵法龍祖野牛石中祭宗俊は上泉武蔵の神秀綱より新陰流を学び、武闘の位の考案を説いて道流を継承し、石州祭の五男田島の神宗則、その子十兵衛光利は世に知られ、宗則以降も代々将軍家の師範として幕末に至った。一方石州祭の嫡孫兵庫介利利、その子蓮也利兼の系統は尾州徳川家に仕え代々師範となった。前者を江戸柳生、後者を尾張柳生という。大坪志宝先生は尾張柳生13代年近、14代年長の後を受け、昭和26年年長より8代年春直伝伝書に奥垣末城を付した師範印鑑を受けた。伝統は大坪志宝先生より武藤正夫先生、さらに梶塚康先生へと伝承されています。Thank you.
天然理心流は流祖近藤蔵之助が寛政年間に創始した剣術、居合術、柔術、砲術、割烹、気合術等を含む総合武術です。幕末期には天然理心流四代目宗家の近藤勇と門人の土方歳三、沖田総司らが京都において新選組を結成したことでも知られています。近藤蔵之助は遠江の人と言われ、諸国武者修行の末鹿島新刀流を治め天然理心流を創始したものと考えられています。江戸に出てきた近藤蔵之助は八軒堀に道場を構える一方、宗州や武州多摩地方への出稽古も熱心に行いました。近藤勇も多摩の出身で、こういった出稽古を通じた人脈であったものと思われます。現在は牛久道場、東京道場、多摩道場などで稽古が行われています。
第二会場荒木流憲法のご演説でした。続きまして第二会場直言流大なぎなた術、直言流大なぎなた術。直言流大なぎなた術。大なぎなた術は剛力の男子の武器として用いられ、奥州御三年の駅頃より源平、鎌倉、戦国時代にかけて流星を極めた。直言流は中でも合法なものであるが、元気天正の頃京に起こり、慶長の頃津軽に伝わった。用いられる大なぎなたは全長9尺以上で、頭部1尺8寸、絵7尺、石突き2寸とされている。技の特徴は水車、風車を引こうとする豪快なものである。江戸時代に入り、女子が学ぶ場合は大なぎなたの寸を7尺とした。大なぎなた術のほか棒合わせ術もある。Thank you.
第2会場、ただいまの御前は直源流大なぎなたです。直源流大なたです。第2会場にはしばらくお待ちいただきたいと思います。
天神神陽龍獣術龍宗磯又右衛門龍冠祭源正谷は陽神龍真の神道龍の奥義を極め諸国を遍歴し各藩の地下と試合をしたが不敗であった。多年経験研究を重ね京都北野天満宮に参籠し陽龍の風になびく様を見て逮捕し天神と以前修行した二流より神と陽の一字ずつを取り合わせ天神神陽流と名付け創始した。幕末において門人五千陽を教え柔術百七十数流派の中において最も秀でた流儀と称され諸藩の武士が競って修行した。明治時代に入り講道館柔道宗の創始者加納治五郎師範は明治10年師範家福田矢之助の門に入って修行し明治12年師の死去に遭い三世磯正友について修行を続け明治15年講道館を創立しました。Thank you.
これだけしかない投げても腕上げてあげないですね。この方が、他みたいな。
神道無双流杖術は約400年前に神道流の門人である武僧権之助勝吉により創始された。権之助は当初太刀の技を持って宮本武蔵と試合をしたが、十字止めの技にかかり押すことも引くこともできずに敗れた。以来諸国を遍歴し工夫に専念し、筑前宝満山鎌戸神社に祈願参籠し、満願の夜夢に童子が現れ、丸木を持って水月を知れとのご神託を受け、さらに研鑽を積み、槍、薙刀、太刀の双方を取り入れ、ついに上の技を編み出し十字止めを破るに至ったと伝えられている。この技を神道無双流といい、代々福岡の城中に伝わった。当流は長さ4尺2寸1分、直径8分の平凡な樫の杖を用いる。その特徴は技術面においては槍、薙刀、太刀の要素を兼ね備え、千変万化する多種多様な技である。また精神面においては人を殺めぬ高度な自殺の理念である。
磁気神影流薙刀術の始祖は松本備前守日野政元で、今から400年500年ほど前、関東の鹿島の太刀と関西の鞍馬流の長所をとって、室町時代の末期鹿島神殿神影流という新剣法を創始したのに始まり、7代より磁気神影流と固定し、今日に至っています。第15代園部秀夫は第14代佐竹貫流斎夫人茂雄につき、流合流薙刀術を合わせ学び、多くの門下生を養成する傍ら、秘伝の技に権威を加え、これを25本に統一し、現在の磁気神影流薙刀の型となっています。講師を兼ねた小脇の構え、水車、風車といった車返しの技は、自然現象の中に流れる力の動きを技の中に取り入れ、最小の力で相手を制するという華麗にして勇壮な奏法であり、またそれが当流派の特徴であります。当流は現代武道としての薙刀とも深い関係を持つ流派であります。Thank you.
無双神殿居合重心流詰め合い奥州の人林崎仁助重信は明神に賛同し無双に神より教えを伝えられ抜き打ちの一刀をもって勝ちを得る刀法を確立した。民谷平兵衛長野村草を経て九代目林六太夫森政より土佐藩の御流儀となった。中山白道は後細川義政氏等に指示し無双神殿流として剣道と共に奨励し居合術の交流に努め全国に普及した。重心流詰め合いとは地方相方相対して詰め合い抜き打ちに切り合い勝負を決する型試合である。あとはもういいよね。見てみるのも。
今の平気だと思うんですけど、やっぱダメなんですよ。多分あのしょっちゅうそういうのが入ってきたら全然作業がないんですよね。伊庭郡兵衛秀成の時には北進一刀流、新刀無念流、強心明治流とともに江戸四大道場の一つとされるほどの隆盛を迎えた。秀成から免許改善を受け、伊庭道場で師範代をしていた伊勢の国亀山藩士の山崎雪龍拳は元治元年郷里亀山に帰り、亀山演舞場を建設、藩士の指導に当たったことで新行刀流は亀山に伝わることとなった。明治維新を迎え、各地に広がっていた新行刀流も衰退廃絶していったが、亀山では今日まで途絶えることなくその流刀を継承しており、平成27年に開場150年を迎える。昭和50年に三重県無形文化財の第1号に指定されております。
ことなんですね。そんなに離れてるから次の階段で飛ばしてもいいですか。あ、違います。申し訳ないです。失礼しますね。カールさんは長門を扱ったことはないんですか。面白いですか。
終わったんですよ。やっぱすごくいいなと思います。辰巳流兵法、辰巳三橋は伊予の国出身の武将で、室町時代永正年間の人と言われている。幼少より武術に傾倒し、戦場真剣の試合数知れず、一度も不覚を取らなかったが、技法を超えた進歩においては未だ十分に安心立命の心境に達し得ず、後妻山大明神に記念してついに滑然として逮捕し、正気を末期に知る無我の心境に到達し、必勝の原理を体得して辰巳流を創始したと伝えられている。実技としては居合、剣術を主体として、柔、槍、棒、薙刀、手裏剣、古城鬼、当麦一般のほか、キューバ、集団戦闘の心得や物見、測量法、兵術、甲冑器具次第にまで及んでいる。江戸時代は下総桜の堀田藩で、藩外不出の武道として権威ある宗家統立のもとに厳しく伝承され、江戸時代以前の戦国武道の古格15巻の伝書のほか、多数の古文書、口伝等とともに正確に原本まで伝えられたことは稀有な例であり貴重である。千葉県においても都にその文化財としての価値を認め、加藤隆先生、加藤博先生を無形文化財保持者に指定している。辰巳流の各種の型は戦国の古式そのままに伝承されたため、外観は虚飾なく一見して地味ではあるが、実はすこぶる高度な技術内容の集約であって、これが巧妙に構成されており、動く禅とも称される。
Thank you.
して柳生新影流兵法、柳生新影流兵法、柳生新影流兵法、室町末期上泉伊勢の神信綱は会津影流より丸橋を工夫して新影流を創始し、信綱に指示した柳生石州祭宗利は武藤の位を介護して第二世を継承した。宗利の長男利勝の子兵庫之助利利は祖父石州祭の薫陶を受け、異彩が開花し第三世を継承した。元和元年に尾張藩主徳川義直の兵法師範となり、太平の時代に即応する突っ垂れの実の兵法を確立し、流祖以来の剣の断りと刀法に根本的な改革を加え、刀流を再生した。刀流は尾張藩の御流儀とたっ飛ばれ、同等は尾張柳生家と尾張藩主徳川家の協力により正しく伝承され、現在第22世宗家柳生光一利信先生に至っています。
しょ。どうしよう。出しておく、出しておく。香取神道流兵法。天真正伝香取神道流兵法。日本武術の源流天真正伝香取神道流は、飯笹長威斎家直を流祖として下宇佐の国香取の地に伝承する武術である。その後連綿と続き、現在20代目宗家飯笹海底先生に至っている。その間有名な門流には上泉伊勢の神、塚原土佐の神および牧伝、松本備前の神、諸岡一波斎、秀吉の軍師竹中半兵衛、伊庭軍兵衛などなど埋挙にいとまがない。東流には剣術、居合術、柔術、棒術、槍術、薙刀術をはじめ、軍配法、築城法、天文地理、陰陽気学までに至る総合武術として古来より軍学者や武将たちが学んだ膨大な修行法が残されている。えいや、あっI'm
稽古中武器と武器が激しく当たるがそれは型を盗まれないためである。また一本ごとの型が非常に長く作られている。昭和35年千葉県無形文化財に指定されております。ここにとりまして一発ずつ順に放っていく技でございます。そちらの正面の方、もう少しお寄りください。
続きまして、最後になります、総勢によります一斉放ちでございます、総勢ですので大きな音がドンと最後に話して、収めたいと思います。正面に、はい。